大人っていうか、セクシーめな感じで、すごい私的にはおすすめなんですけど、あと顔も、なんか大人っぽい、まあ、大人っぽくはないかな、服装は大人っぽいけど顔、服装は大人っぽいけど顔は子供っぽいみたいな感じのギャップが厚いと思います。はい。7月、8月、夏。あ、本当ですね。そうですね、夏っぽい。そうですね、爽やかさの感じが出てていいと思いました。あ、ウェイド服ですね。ウェイド服はこれまで着たこととかは？着たことないです。初めてですね。どうでした？着てみて。うん、まあ、しっくり来ない感じもしますが、まあ、彼女もらったのでいいかなとは思いました。うん、またなんかしてみたいとかあります？はい、コスプレとかしてみたいです。そうなんですね。どういったのを着てみたいですか？アニメが好きなんですね。うん、だからそのアニメキャラクターとか、そういう系、二次元の女の子とかやってみたいです。なるほどね。また来年の彼みたいにそういうのね。ちょっとリクエストしてみます。はい、相手の玄関に飾ってほしいです。一番見やすいし、出ていくときに、あ、今日は何日なんだなっていうので、結構目に入ると思うので、ちょっと、ダサいかもですが、まあ見てほしいなっていうのは玄関ですけど、飾ってほしい。やっぱりコロナで結構大騒ぎだったじゃないですか。だからあんまり出かけられてないし、なんかハニーの活動もあんまりできてなくて、まあ、来年こそはコロナ落ち着いたし、イベントとかもっとやれたらなっていう思いで今年を過ごしました。そうですね、何事もチャレンジという目標を掲げるのかな、はい、決めます。なんかあれやってって言われたら、はい、もちろんやりますみたいな感じで、そういう勢いでやっていこうかなと思います。なんか勢いで突き進むって感じですかね。もうその特にこれ挑戦してみたい、やってみたいことっていうのはどうでしょうか？資格を取ってみたいんですよね。ね、あの美容系の専門学校とか考えていて、それでまだ未成年で取れる資格ってなったら、ネイルの資格だとか、お母さんがネイリストなんですけど、その資格を取ったり、なんか将来美容系にも興味があるので、そういう気持ちとかできたらやってみたいな。一応国家試験とかも取ってみたいなと思っています。二刀流じゃないけど、そういう、まあ、そういう二刀流みたいな感じですね。よく寝て、よく食べて育ちました。今年はそんなような感じですかね。そうですね、コロナもあってちょっと落ち着いてたので、ゲームして、よく寝て、よくご飯食べてみたいな、よく寝て育ちました。はい、来年はもっと頑張りたいと思います。何も入ってないです。ちなみにもうぼっちですね。友達も多分他の友達のこと過ごすだろうし、まあ私は家族って感じですかね。はい、自分ではあんまり分かんないんですけど、まあ65ってところですか。65ってその心は。まあ表情とかも服装とかもすごい良かったんですけど、やっぱりコロナの関係もあって、ロケーションとかが少ないなと思って、同じ家で撮影してて、結構なんか海とか山とかそっち方面行きたかったなと思って、まあそのロケーションがマイナスかなと思いますね。服装とか表情とか私的にはすごい65点並みの感じでしたね。なんかもうちょっとセクシーめなの行ってみてもいいかなとは思うんですけど、さすがにまだ未成年なので、まあ若干肩出したり足出したりみたいな感じの服装を撮ってみたいなと思いました。大丈夫ですか？今日の衣装のポイントをお願いします。はい、もうザ大人って感じの衣装でございます。ちょっとシュッてしてて、この上でちょっとカバーしてみるの、あと指輪とかアクセサリーとかいろいろつけて、ちょっと大人めに決めてきました。あ、
ってません。